無観客の新国立競技場には魔物が潜んでいるのかもしれない。期待が高ければ高いほど、そこに届かなかった時の失望感は大きくなる。31日に行われた東京五輪の男子 100m 予選を見て、がっかりした人は多かったことだろう。予選は全7組あって、各組3着までとタイム順で3人が準決勝に進むことができる。2016年リオ五輪では3人中2人が、2019年のドーハ世界選手権は3人全員が予選を突破。日本人スプリンターにとってはさほど難しくない関門のはずだった。1組には今年の日本選手権王者、多田修平、住友電工が先陣を切る形で登場した。今季は自己ベストを10秒1まで短縮するなど絶好調。しかし、持ち味のスタートダッシュが不発に終わり、10秒22プラス 0.2 の6着に沈んだ。自分のレースが全くできなかったので、非常に悔しいです。隣の選手にスタート出前に出られて、力んだ走りになってしまいました。そこがもったいなかったですね。9秒85の自己ベストを持つベーカー、米国が隣のレーンにいたのは不運だったが、大激戦の日本選手権を制した時の勢いは感じられなかった。9秒98の自己ベストを持つ小池祐貴、住友電工は4組で4着。タイムは多田と同じ10秒22、プラスマイナス0だった。3着の選手に 0.01 秒届かず、予選を通過することができなかった。小池はシーズンベストが10秒13。今季はあまり調子が上がっていなかっただけに、結構プレッシャーがかかる中でしたけど、今できる準備はしてきたので、これが実力かなと思います、と冷静に結果を受け止めていた。状態を考えれば、順当と言えるかもしれない。多田と小池はオリンピック初出場だが、山縣亮太、成功は3回目。過去2大会、ロンドン、リオでは予選を通過しただけでなく、大舞台で自己ベストも更新している。今年6月に樹立した日本記録の9秒95は、男子 100m 出場選手の今季ベストで6位タイ。日本人として89年ぶりのファイナル進出も十分に狙える位置にいた。3組に出場した山縣は自己ベストで並ぶジェイコブス、イタリアとトップ争いを演じるかと思われたが、予想外の結果が待っていた。序盤はまずまず良かったように見えたものの、中盤以降はスピードに乗り切ることができない。ジェイコブスが9秒94、プラス 0.1 でトップを悠々とトップを飾ったが、山縣は10秒15の4着に終わったのだ。